おはようございます。おはようございます。今日はですね、朝から茨城県に向かっております。イエーイ。今茨城県のつくばエクスプレス沿線エリアがすごくね、子育て世代に人気で移住したりとかすごい多いらしいんですね。なのでちょっと今日は小網さんと茨城県を堪能しに行きたいと思います。あの茨城はちょっと前に行ったよね、木漏れ日森のイバライトっていうところに行ったんですけど、その時もすごく楽しくて、やっぱ広々としてるからこう自然もあってよかったんですけど、今日はパパなしで行きます。足見てごらん。何？足取ってるよ。はい、うん、ちょっと意味が分かりません。一番最初に行くのは筑波実験植物園ってところに行ってきます。今回茨城県の方にお声掛けいただいて、おすすめのねエリアをいろいろ聞いてるんですよ。だからおすすめスポットを一緒に行って遊びたいなと思います。遊ぶところだけじゃなくて、スーパーとかさ、ほらスーパー好きじゃん。スーパーいつもさ、スーパー通ったらさ、今日はスーパー行かなくていいのとか言ってくるじゃん。スーパーとか、あとなんかちょっとお洋服屋さんとか、そういう実際に私が移住したらどうなのかなっていう目線でもちょっと見たいなと思ってます。じゃあ言って、あの実際にこれから遊びに行きます、レッツゴーって。実際に遊びに行きます、レッツゴーで。つくば実験植物園に来ました。イエーイ。今日はマネージャーさんも一緒です。いつもマネージャーさんを遠目で写してます。見て、ママこんなのもらっちゃった。いっぱいね、書いてるマップがあるんですけど、なんかね、すごくね、あの広くて屋内だったり屋外だったりいろいろあるから、子供と行くのにすごくいいと思います。子供の教育にも良さそう。なんかいろいろあるね。気になったさ、木とかさ、植物があったらママに言って、教えてあげる。ママ、あ、どうした？何もないところでこけたじゃん。なんか書いてある。あ、雨の後は滑りやすいため足元にご注意ください、だって。雨降ってないのにさっきこけちゃったじゃん。ね、見て見て、香りの植物だって。匂いがさするってことじゃない？ここ。うわあ！ね、私よりリアクションすごいんだけど。ね、すごいね。全部さ、違う植物でさ、違うさ木だよ。すごい。ね、ねサボテン知ってる？サボテン。サボテンって知ってる？じゃあどれだと思う？サボテンすごい過ぎてますけど、サボテンの中にもいろんな種類がある。何があるの？例えばね、そう、かぼちゃみたいだね。ほらほら、王冠竜だって。プリンセス大好きじゃん。でプリンセスってさ、ここにさ、なんかつけてない？カンムリ。そう、それに似てるから王冠竜っていうのって。これの中に何入ってるの？何も入ってないよ。だってこれさ、ほら植物だから生きてるんだよ。生きてるってどういうこと？え、生きてるってさ、ほら胸に手当てたらさ、ここドク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 ってするじゃん。お水とか行こうか。じゃん。ちょっとスーパーに寄りたくて、ブランデさんという大型スーパーに来ました。すごくない？めちゃくちゃおしゃれなスーパーなんですけど、あの茨城に来たらそういうお土産屋さんとかそういうのもいいんだけど、ちょっと今日は移住するならっていうスタンスで来てるから、やっぱスーパーとか大事だと思うんですよ。なのでちょっとスーパーがどんな感じか、家の近くにこのスーパーがあったらどうだろうなっていう気持ちで行きたいと思います。すっごい綺麗、超大きいです。あの小網さん、4歳になったばっかりなんですけど、もうカート乗りたいカート乗りたいってすごくて、でこのカートがね、48ヶ月未満の100センチまでだったんですよ。で小網さん100センチまだないのね。だからいいですよって言ってくれて乗せてくれました。もうさ、全然さ歩かないからさ、ちょっと大変なんですけど、ちょっとスーパー行って買い物してきます。茨城に来たらさ、納豆を買いたくて、でお土産屋さんとかじゃなくて普通にスーパーで買える納豆を見たいわけ。なんで納豆買える？え、ここ納豆が有名なの。茨城って納豆が有名なんだよ。ねえ、すごくない？私家の近くのさ、スーパー3軒あってさ、めっちゃはしごするんだけど、こんなにラインナップないから。あ、もう水分やばいです。やばいね。見て、あった、見て、
バラ納豆。この中に納豆が入ってんだよ。買ってこうか。え、なんて読むんだろう。ピカードでいいのかな。これ東京にもあるんですけど、これだけのお店があったりとかするんですけど、これがスーパーに入ってるのがもう超最高。今日しか来てないから納豆しか買ってないけど、これが毎日この辺に住んでるって考えたら本当に住むのにはいいかも。どれ？え、いらないよ、さっき買ったじゃん。ねえねえ、なんか今日調子乗ってない？はい、今スーパー行ってきて、次は小網さんのお洋服を見に行きたいと思います。オセドンっていう韓国系のセレクトショップのお店、子供服があるみたいなのでそこに行ってきます。じゃーん、オセドン到着しました。今年の5月にオープンしたばっかりなんだって。結構住宅街にあるんですけど。入りたい？じゃあ開けてみようか。こんにちは。あ、こんにちは、どうも。かわいい、めちゃくちゃかわいい。プリンセス下になった。見て見て見て、めっちゃかわいくない？これえ、これってセレクトショップなんですよね。ね、韓国系のセレクトショップ私大好きだから、オンラインショップとかで見たりするんだけど、なんか10店舗あるって結構珍しいですよね。珍しいです。ねえ、かわいくない？ M サイズが大きいかな、ちょっと。かわいいじゃん。じゃあこれ買いたい。え、待って、こっちって言ってたじゃん。どっちか。こっち。え、本当に？うん、かわいい。かわいい。大事にする？絶対大事にする？ママの。おいくらですか？これ。500円です。500円だって。思ったより安かった。大事にする？絶対。じゃあいいよ。ほら、アクセサリーもさ、300円とかなの。こんなに可愛いのに。お手頃。はい、じゃあこれでお願いします。はい、ありがとうございます。見て、3つ決めました。ちょっといいですか？このスウェット。可愛くない？このね、サロペット。冬になったらニットにこれタイツとか履かせたいなって思います。お願いします。はい、ありがとうございます。お昼ご飯食べに来ました。こちら。じゃん。青い音っていうカフェでランチします。入ってみます。こんな感じ。見て、メニューこんな感じ、かわいい。何にする、ね、さっきさ、キッズプレートあったよ。キッズプレート、ほら、キッズハンバーグプレート。それがいい。牛すじカレーうどんです。あ、うどんじゃない。牛すじカレープレートうどんじゃないです。見て、これのこのふわふわをこっちに入れるんだって。それしたら水が吸収されておしぼりになるんだって。シャポン。え、なんか大きくなってない？すごい、すごいね。めっちゃいい匂い。いただきます。うん、美味しい。ママ見て。え、すごいね、それだけで楽しめてるんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらみさんってどう？いいんだよ、知らなくて大丈夫。せーの、はい、やった、ありがとうございます。ここの駅が万博記念公園駅っていうところなんですけど、東京からもアクセスがいい、そのつくばエクスプレスの沿線沿いなので、あのすぐね、あの行けるみたいです。交通の便も良くて。で、見て、じゃーん、岡本太郎さん作のオブジェがあります。だからさ、結構移住を考えてる人でも、まあ遊びに行きたいなっていう人でも行き来できるエリアではありますよね。あの今ですね、つくばエクスプレス沿線の住宅街に来てるんですけど、すごいの、一つ一つの家がめっちゃ大きいんですよ。で、土地もさ、やっぱりこう東京に慣れちゃってるからっていうのもあるけど、すごい土地が広くて、ほらこことかさ、土地がこうやってね売り出されてるんですよ。私もさ、去年の今頃に家建てたから、結構家のこととかいろいろ見たんですけど、やっぱね、東京で家建てるってね、この大きさでこの金額みたいな結構多くて、で、私も本当は駐車場2台分作りたいなとか、リビングもうちょっと広くしたいなとか、いろいろあったんだけど、妥協して今の家になったっていう感じなんですよ。でもこの辺だと本当に土地がさ大きくて、もう普通に一つの家につき駐車場というか車2台
2台止めてますみたいな感じなので移住にはすごく良さそうです。ざっくりだったら写していいですよって言われたのでちょっとざっくり写してみます。都心すぎると道が狭くて危なくて自転車の練習とかできるとこないので、公園に行かなきゃできないみたいな感じなんだけど、ここだと家の前で練習できるし安全ですよね。なんか結構さ、こう家を建てたいけど都会だと高いなとか家を建てる現実味がないなって思ってたけど、結婚して子供が生まれてちょっとこういうところに移住するっていう方も多くて、その気持ちがすごいわかる。素敵ですね。福岡関桜公園に来ました。すごい広い。こんなに広いさ、大きい遊具がある公園いいね。アスレチックがあってね。私は今からこっちやってた。はい、どうぞ。よいしょ、うん、いいよ、頑張ってね。まおみさんは結構正直運動の方はそんなによろしくないです。あー、これならグラグラする。待って、グラグラしないじゃん。これ今だけじゃないですからね。もう降りれないよ。なんかね、公園の遊び方がね独特なの、あの人。あ、すごいじゃん、すごいじゃん。そしたらこっちよ。ママ下で待ってるね。すごいすごい。ママ一緒に。え？さっき一人で行くとか言ってなかった？一緒に行くの？ちょっと行ってきます。レッツ？こっちじゃ、レッツ？まだ今撮ってるのが夏なんでちょっと暑いから、お昼とかだったら暑いじゃない。で結構夕方にも来たんですけど人がねちょうどいなくて、なんか都会みたいな感じで、あの東京みたいな感じでそんなに混んでないんですかね。こういう大きい公園がたくさんあるのかもしれない。あ、いいじゃんいいじゃん。降りるときはママやる。だったら一人で降りれるでしょ。だって落ちるの。落ちる。終わった。口だけは達者なのにさ、こういうのはさ、できないんだよ。はい、はい、ということで、茨城県を今日堪能したんですが、あの茨城県の方にねお声掛けいただいて、つくばエクスプレス沿線のエリアちょっと見て回ったんですけど、本当にね、なんか今日のこの公園ももちろんなんだけど、お店もそうだし、あと住居、その家を建てるエリアだったりとかがすごい充実してて、子育て世代にすごくいい街だなって思いました。やっぱ私も東京で子育てしてるけど、あ、ここがもうちょっと広かったらなとか結構多くて、でもそれが茨城だと開放感があって子供ものびのび遊べるかなって思います。今ちょうどね、ちょっと大きい子かな、子供たちが今遊びに来てるんだけど、多分地元の子ですね。これはすっごい慣れた手つきでアスレチックを上がっていきました。つくばエクスプレス沿線のエリアの移住情報に関しては概要欄に貼っておきますので、本当に移住検討してるよって方とか、全然検討してなかったけどちょっといいかもって思った方とか、ぜひチェックしてみてください。ということで暗くなる前に帰りたいと思います。2時間かからなかったかな、行きは。うん、かからなかったのでもう帰りたいと思います。それではありがとうございました。お姉ちゃんありがとうって大きい声で、お姉ちゃんありがとう、あーどういたしましてだって。はい。あ、でも前より良くなったよ。もうちょっと練習しましょうね。